真田幸村はなぜ家康に挑んだ？働き盛りの時期を奪われた中年男の逆転劇。大阪の陣で活躍する真田信繁こと真田幸村。冬の陣では真田丸の名称で有名な出城に陣を敷いて徳川方を翻弄し、夏の陣では徳川家康の本陣に迫る決死の突撃を行います。江戸時代を通じて、そして現代に至ってもなお名将として語り継がれる真田幸村。それにしてもこれほどの才能にあふれる武将がなぜ最後の最後まで豊臣方で戦い続けたのでしょうか。彼が活躍する大阪の陣はもはや戦国時代最後の戦争。ものすごくいやらしい現代人の発想をしてしまうと、せっかくここで活躍し評判になったのなら、適度なところで徳川方に寝返って家康から恩賞を受け、直後にやってくる江戸時代でぬくぬくと平和な隠居生活を送るなどという手もあったように思ってしまうのですが、これだけ深い関ヶ原で反徳川に立った人々との強い絆ですが、真田幸村の前半生を振り返ると、彼が徳川方につくことが運命としてほとんどありえなかったことがわかります。彼は以下のような人々との強い絆に満ちた青春時代を送っているからです。上杉景勝のところに人質に出されていたことがある。この時上杉家からの扱いは悪くなかったようで、上杉家の武将の一人として領地も少し与えられていたほかに、上杉軍と同行で戦に参加し、いろいろ経験を積ませてもらっている。その後豊臣秀吉の人質になった。この時も秀吉および豊臣家の人々からの扱いは悪くなかったようで、側近の一人として大阪で大事にされながら青春時代を送った。ここで豊臣秀吉の長身たちと仲良くなる。そもそも真田幸村の妻である竹林院は大谷義継の娘である。上杉景勝といえば、関ヶ原の際に会津で挙兵をして家康を東日本に誘導した人物であり、大谷義継といえば同じく関ヶ原で西軍に加わり獅子奮迅の働きを見せて戦死した名将です。その上、豊臣秀吉とその家族たちとも日々接する機会に恵まれた青春時代を送っていたとなれば、真田幸村は豊臣家が最も輝いていた時代に対して特別な思い出を持っていた人物と言えることになります。関ヶ原の戦いで暗転した人生、現代で言えばつまり失業者生活、そのような日々が暗転してしまったのが関ヶ原の合戦。かつてあれほど仲良くしていた諸将たちも続々と戦死したり軽視したり、悲惨な運命を遂げてしまいました。とりわけ妻の父である大谷義継は戦死、豊臣秀頼と淀君は大阪城に押し込まれる生活を余儀なくされます。そればかりでなく、真田幸村と彼の父である真田昌幸もまた関ヶ原の際に豊臣方に呼応したために追放の浮き目を見ます。居城から追い出された真田幸村は、関ヶ原の合戦から大阪の陣までの15年間浪人として貧乏生活を続けるしかなくなったのでした。考えてみれば、この15年間という時期、真田幸村は30代から40代半ばという年齢、武人としては最も働き盛りのはずの時期、今でいう失業者生活を余儀なくされていたわけです。かつて上杉家や豊臣家の名将たちと交流し、戦に関する知識も才能もあり、さてこれからという年齢に差し掛かっていた幸村にとってどれほど辛い時期だったことでしょう。例えるなら、若い頃に英才教育を受け確実に才能を開花させていた矢先のスポーツ選手が政治問題に巻き込まれたせいで、一番体力気力が充実しているはずの年齢の時に強制的に引退させられてしまったようなものです。大変な鬱屈と恨みだったのではないでしょうか。大阪の陣に参戦した時にはもう中年だった。これが武将として最後のチャンスだった幸村、つまり大阪の陣に参じた時の幸村はもう40代後半、中年のおじさんだったのです。まして15年のブランクですから、どこまで才能が枯渇せずに残っているのか、本人も周囲も半信半疑だったのではないでしょうか。ところが大阪の陣における真田幸村の活躍は、前述した通り大変な勢い、瞬く間に豊臣方の諸将たちの中で一目置かれる人物になった上に、敵の徳川方の諸将の間でも評判になってしまったのでした。働き盛りの年齢の時に仕事を奪われていた男にとって、
一気に承認欲求も満たされたわけで、本人としても大阪の陣は辛いけど楽しい自己実現の日々だったのではないでしょうか。この時期の真田幸村に、たとえ徳川方からお前ほどの才能の武将が寝返ってくれれば破格の待遇をするぞという声がかかったとしても応じることはなかったでしょう。豊臣家に対して強い思い出があるというだけではなく、人生で初めて自分が戦の天才だったということを自分で発見した上に、世の中にも認めさせてしまっている日々だったのですから。まとめ、徳川家を苦しめたのに江戸時代の庶民から大人気、これで良かったのかもしれない。第一、大阪の陣は戦国時代の最後の戦い、これを終えたら戦の時代も終わりになるとどこかで予感していたかもしれない真田幸村は、もともと豊臣方が勝利するかは度外視で、とにかくこの戦いでどこまで自分の才能を発揮できるか完全燃焼してみたいという熱い思いで戦っていたのではないでしょうか。その成果は彼が戦死した後の江戸時代に現れました。徳川家をこれほど苦しめた武将であったにもかかわらず、真田幸村の名前は伝説化し、江戸時代を通じて庶民の間で大人気となったのです。さしもの徳川家も真田幸村ほどの活躍をした人物の人気を貶めることはできなかった模様です。戦国時代ライター八代の独り言。その人気は現代まで続き、真田幸村といえば戦国時代を通じての指折りの名将の一人という評価がすっかり定着しています。後世の評判までを幸村が計算して戦っていたのかは分かりませんが、これほどの人気が400年後にまで続いているという点、働き盛りを一度奪われたところから復活した男としては満足なのではないでしょうか。